多極体制とは、三つ以上の複数の大国が、世界に影響を与えている体制を指す。1898年当時の帝国主義、列強勢力図多極体制の起源は19世紀末期から20世紀初期の、帝国主義、植民地主義時代に求めることができる。当時は数多く列強がしのぎを削り、 それぞれの国で複雑な対立、同盟関係を形成していた。しかし、第一次世界大戦で帝国主義国家、植民地主義国家の衰退が始まり、第二次世界大戦で帝国主義、植民地主義時代は終結した。1945年に第二次世界大戦が終わると、世界は、 資本主義を名目とするアメリカ合衆国と社会主義を名目とするソビエト連邦の2国が派遣を握る両極体制へと移行した。両極体制において小国は2つの超大国のいずれかから援助を受ける外交を展開していた。しかし1991年末日にソビエト連邦は崩壊。これ以後1992年から2008年まで 唯一の超大国であるアメリカ合衆国による一極体制が続くことになる。世界各国の軍事的な勢力図。青色は北大西洋条約機構加盟国水色は上海協力機構及び集団安全保障条約加盟国緑色はアフリカ連合加盟国赤色は南米防衛評議会ソビエト連邦が崩壊し1992年元日からは アメリカ合衆国の一極体制の時代が始まった。しかし、2001年9月11日のイスラム過激派によるアメリカ同時多発テロ事件を引き金としてアメリカ一極体制に陰りが見え始め、2000年代後半に入ってロシア連邦や中華人民共和国などアメリカによる一極体制を否定する大国が現れた。ロシアは冷戦の敗戦国であったが、 豊富な天然資源で景気が好転し、特にアメリカ同時多発テロ以後は、冷戦時代の復活を夢見て21世紀の世界における新たな局になろうとしており、アメリカ合衆国による一局支配は受け入れられない。世界は多極的であるべきだとアメリカを批判している。当のアメリカ合衆国自身も、一局体制が原因で2007年から2008年に、 かけての世界同時不況を引き起こしており、ロシアや中国をはじめとする反米国から大きな批判を浴びている。そして、世界同時不況を象徴する2008年9月15日のリーマンクライシス、並びに同年11月14日の第1回 G20 首脳会議によって、アメリカ一極体制の時代は終わることとなった。2008年以後の多極体制を象徴する、 G20 を行使にして、アメリカ合衆国とともに、e、EU、中国、インドラテンアメリカ諸国、ロシア、中東諸国などが、世界経済を牽引して行かなければならない状況になっている。つまり、アメリカの力が年を追うごとに弱まりつつあるのである。アメリカ合衆国は、世界の警察として、強大な発言力と軍事力を誇っていた。しかし、 中国やロシアの国力増大や、ラテンアメリカの脱アメリカ合衆国志向は、アメリカの一極体制を脅かしつつある。2014年3月に、ロシアが軍事力をバックに、クリミア自治共和国の編入を強行したことについて、専門家などからは、アメリカ合衆国の力が弱まり、世界の多極化が進んでいることが指摘されている。アメリカの弱小化、ロシアの強大化。 並びに、アメリカが、ロシアの行動に対して強い対応を取らない現状は、反米国に隙を与え、特に、ロシアと、同じく領土拡張を目指す中華人民共和国が、尖閣諸島などを奪取する絶好のチャンスになるという、向きもある。ただ、2014年現在の世界は、多極体制ではなく、無極体制であるとする向きもあり、地球上からどこにも、 絶対的な力を持つ国家がなくなっていることで、世界の流動化、不安定化、いわばカオス化が進んでいるという見方もある。ありがとうございます。